はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエモンスターズ3、では今回は三役の魔球構想から始めていきます。構想、最悪の魔球はもう毎回短いからね、このまま突っ込んでいけばまたイベント進むかな。そんなことなかった。エスターク神殿になってる。この場所で地獄の帝王が勇者に倒されたと。お、そこから奥へ行けそうだ。先に進もうぜ。なぜこの玉座には主がいないのでしょう。さあな、まだ奥に行けそうだが、あのヤバい正気、すげえ嫌な予感するぜ。この姿、エスタークモドキみたいなやつか。エスタークいいっすな。なんかちょっとやっぱりまだ完全体って感じではないな。で、まあ、ベホマズンちゃんはどうしようかな。フワーハとかその辺ちょっと一回体勢整えよう。でスクルトも唱える。火力で押し切れる気はするけど。130、破壊の瞳食らう。ギガブレイク。イオグランデ、これがどんくらい通るか。500、よし、めちゃくちゃ通るな。でちょっとヒットポイント回復は一回世界中の雫を使おう。これを、殴れ殴れ。闇の波動、おお、めっちゃ下げられた。一旦ただ体勢は立て直して、もうイオグランデ任せだな。これフワハ効いてる？闇の息って。ジェネラルがねそこまで攻撃力は高くない。まあそりゃキラーマシーン2と比べたらちょっとかわいそうなんだけどね。でもアークデーモン、アークデーモンで500通すからやっぱ通えんだな。回復力はもう絶対いた方がいいね。これどんだけ下がってんのかって見れるのか。その何段階下がってるとか今現状が。あ、キラマシンもなくなった。マジックパワーが。よっくらんで、アークデモンはねマジックパワープラスつけてるから結構いけるはず。あとフバーハが切れたとかさ、なんかそこら辺もよくわかんないんだよね。永続ではないから。あー、やっぱ攻撃力むっちゃ下がってる。今回の主君賞はアークデモンだな。作ってよかった。経験値は3万プラス9000。これスライムベホマズンとエンゼルスライムでクイーンスライムにできるんだけど、ランク変わんないんだよね。これどうなのこれ。まあいや、ちょっと作れるんだから作ってみよう。全体回復、あ、アイドルって何。ちょっと待って、マジックパワーアップ。あ、でも爆発ガードってマジックパワー半分があるのか。え、どうしようかな。ちょっと待って、一回割り振りでマジックパワーアップを100にしちゃおう。で2の全体ブレスマスター、これだな。
クイーンスライムおばちゃんみてえだな、どっちかっていうと。では竜神殿の上級に行けるようになりましたので、こちらに行きます。竜神殿の魔界上級、めっちゃ冬だけど別にそれは季節関係ないよね。ここにエビルプリーストが、ズシオーマルがいる。クリアしたら回収しよう。あ、動く石像とかもいいんじゃん、ホークブリザードも。あ、だいぶいいな。あ、そうだ、こっちのおばちゃんスライムレベル1だった。レベル上げないと。まあでももう経験値もすげえからな、一気に14。そうで、マスタースライムを作って、あれ、スカルゴンもいるじゃん。でマスタースライムとスライムジェネラルを組み合わせるとなんか段階がもう一個上がるっていう。であとなんだっけ、これカラクリなんとかみたいなのを作ってキラーマシン系統を鍛えたいんで、スーパーキラーマシンに。で今こいつをグレートボンバーですね、育ててますね、素材です。ちょっとスカルゴンも接触しよう。あ、今冬だな、冬だからか。L サイズだし、でかくなくね、L サイズにしてはくじけるここ。いや、経験値高えな。ちょっとね、もう一体キラーマシンを作んないといけなくて、で剣闘士はつけるでしょ。スレイヤーって何。ああ、まあまあまあいいな、ガード入れとく。メタルハンター、骸骨剣士、キラーマシーン。あとはこのカラクリ大名、こいつを作り出します。引き継ぎはわからん、ジェネラル、ボーマー、ポップスターって何、あんまり必要ないな、ひとみタップでいいや。こいつはあのキラーマシンとくっつけるんで、カラクリ大名、カラクリ大名。あとはゴッドライダーも作りますか。スライムジェネラル、マスタースライム。回復のコツがあるってことはない、こいつ回復役なの。そうは育ててきてないんだけど、天の恵み、ベホイム、ベホマラ、いやなんかちょっと一歩足んねえな、一歩足らんけど、回復のコツがあるんだったら。でも勇気でさ、ベホマラとベホマズンがあるんだよ。こっちベホマラ、まあ、ザオラルとベホイムがあるけど、結局ザオラルあるしね、こっちも。え、勇気でよくない、こっちはベホイミか、単体回復はベホイミ。え、ジェネラルジャスティスどっちが削る。え、勇気ってギガブレイクあんのか。じゃジャスティス削っていいかな。あ、ジャスティスベホイムあんじゃん。こっちバイシオンあるんだよね、悩む。じゃあ天の恵みいらないじゃん結局。ジャスティスとジェネラル勇気、これで完璧。ゴッドライダー、さあ呪うがいい。真の王者と同じ時代に生まれ落ちた己の不幸は。エビルプリスト戦、スモールグルくっつけてんな。さあどうしようか、ルカニオン効くかな。エビルプリスト激減だ、めっちゃ耐性あんな。ミス、あ、そりゃそうだよね、マーヒャド。うわ、え、自分が暴走した。ちょ、何を使われた。しかしダブルギガブレイクで、あ、
魔法トーンやられてんな。休みになってるし、これ無理でしょ。あれ、ちょっと待って、なんだ魔法トーンではないのか、あの沈黙みたいなやつ。でも悪はむっちゃ食らうんだけど、道具でなんとかしないとな。世界中がね、そこまで世界中雫ね、あんまり回復量高くないんだよな。まあでもないよりはっていう感じ、引くくらいだから。狙っぞーマン、あっつ、あ、15レインめっちゃ入るわ。サンドブレス、あ、そっか、命大事にしてないから命を大事にしてくれないんだ。あれ、クイーンスライム、あ、やっぱ使えねえ。息はいけるか。ハッスルダンスがあんな。癒しの雨ってどんだけ回復すんの。いや、ハッスルダンスにしよう。ちょっとランダム性がだいぶあるけど。で、こいつはもうベホマラが打てん。じゃベホマズンが打てないからベホマラでいこう。で、やっぱり世界中に必須だな。とりあえずのヒットポイント回復が必要。あ、倒した。なんとかなったわ。よし、だいぶレベル上がった。これでキラーマシーンとあの一番右のやつくっつけられんな。さあ、そしてデュランダル、キラーマシーンとカラクリ大名いきましょう。で、剣闘士は絶対必要。デストロイどうなの、破壊の瞳があるな。攻撃力48もある。どうしようかね。ちょ、デストロイいらねえかな。48まで取ったらとりあえずいいや。じゃあスレイヤーも48で、48120使うのか。こっち100。ジェネラルって何。いやー、どうしよう。消費マジックパワー半分なんか毎回毎回言ってんだこれ。さあ、これでデュランダルができて、デュランダルとキラーマシン2を組み合わせる。では、覇王城の和解上級、ここがランディオルのいるところかな。まあ、先にディオロスを倒さなきゃいけないけど、覇王城の和解上級、これが覇王城か。私は守護四帝が一人、幻魔皇キルローズ。なんか4つの祠の結界を解かなきゃいけないっていうことで戦ってるんだけど、ブラックベジター、まあいいや、このまま行こう。一応クイーンスライムは命大事にしてあって、ただ素早さが速いとちょっときついかな。後回復がいいんだよね。リオグランドでいけるかな。 OK。 もう大丈夫でしょ、押し切って。呪文が暴走した。これって何、呪文の会心みたいな感じ。ベホマズイオグランデ、このイオグランデマジ強い。サンドブレス100-200弱は食らうか。ちょっとジェネラルやっぱり火力不足だな。ドランゴに変えようかな。で、バイキルトかけて。回復はぶっちゃけクイーンスライムでいいからね。なんか回復役がかぶっちゃってんな。結界攻略の途中だけど、スーパーキラーマシン作ろう。でもさ、スーパーキラーマシンってなんか守備力が高いんだけど、大丈夫？なんかキラーマシンつうのが攻撃は強そうな感じだけど、まあいいや、食っちゃおう。スキル割り振りはまあいいや。100ゲー、武芸100番。いらねー。
どうなの、剣闘士だよね、やっぱり強いのが。攻撃力アップ4、アップ4も必要で、消費マジックパワー半分か。やっぱりこれもつけておくか。キラーマシーンシリーズもだいぶ愛着を持って使ってるからね。スーパーキラーマシーンまで完成。まあさすがにレベル1はあれなんで、メタキンの書をちょっと使ってみよう。いくつもらえる？ 7 万めちゃくちゃ上がんな。これもう一個使っておくね。33、まあ30越してれば、まああとちょいちょい戦ってれば40くらいになるっしょ。40あれば多分戦い抜けると思うんで、一応スキルは割り振っておくか。剣闘士マックスにして、攻撃力アップもマックスにして、消費マジックパワー半分っていうのがいけんな。よし、これにしよう。お前は第二王子か。我は守護四帝が一人、龍魔皇ドラゴニカ。ま、言うてもこれなんだっけ、何のやつだっけ、なんか忘れちゃったけど、なんかドラゴン系のやつだよね。でドラゴン入れてます今回で。バイシオンかけて、ちょっとアークデーモンも一回バイシオンかけて行こう。ドラゴンとかマジ攻撃力高いんだけど、多分今のキラーマシンより強い。マグマでペーフォーマンスで回復。こいつは音も通じてないの。300、空破損で400、386。おお、食らうね、メラゾーマは。ベホマズルしか回復手段ないんだっけ。何、イオグランデ通らない。灼熱、うわ強え。ダブル灼熱使ったらかなりやばい。それはやってこないのかな。早めに決着つけたいな。そうするとドラゴンったらね、あんま特技がないんだよね。ちょっと今回意を通らないのが少しきついな。おお、力貯めた。これは勝手に力貯める系か。いけ、500、命中率減少、灼熱弾どうだこれ。おいいね、めっちゃミスってる。ドルモア、こう、まあまあまあ大丈夫。高えなって思ったら倒した。経験値はめちゃ高い。来たな第二王子。わしは守護四帝が一人、暴膜をついえち。お、メタルライダーを連れている。1個下のやつを連れてんな。だが俺は入れてないけど、さらに強いスライムがいる。思ったんだけど、道具でやった方がよくねっていう。バイキルミンを1回ドラゴンにかける。で、ひたすら攻撃していく。灼熱さん。ちょっとな、通りが悪いな、やっぱり。サンド系が効くのか。空裂弾。100ちょい。あ、鬱陶しい。100食らうようになってんな。イオグランデ耐性あるな。で、またバイキルミンをキラーマシーン。これをこれでもう完璧でしょ。取り巻き OK、 何もしてこない。剣の舞弱、蒼天魔座ガーッ強。ギリギリ踏ん張ったな。クソ、イオの通りが悪い。これは一回ちょっと特上薬草使っちゃおう。いつの間にか特上薬草なんて持ってたな。結構攻撃差で54。イオナズンやばい。キラーマシン結構通るな。なぜなぜ癒しの雨なんて使った。ベホマズン使ってほしかったんだけど、普通に。よし、力ため。じゃあ世界中の雫、これを
あ、倒した。経験値稼ぎにはなる。俺は守護四帝が一人、十魔鋼ギガファング。最後の一匹ギガファング、まあパターンは一緒、バイキルミン使ってあとはお任せします。ハートブレイクするの逆風、まあ、風は使わないから、アサシンアタックで死なないのが重要。お、いいよ、通るね。しかも力を貯めてくれた。これをこれだけ。ハートブレイク、なんで本当に効くの。マギクロス、全体攻撃を2回連続で使われると多分相当きついんだよな。2回攻撃、おざましい雄たけびで、これは別にひるまなければなんてことはない。やることがないから攻撃してんな、あのスライム。だったらなんか癒しの風みたいなやつ、なんだっけ、癒しの雨だっけ、降ってくれればいいのに。まあ命令しろよって感じだからね。そうするとやばい、これはそうだよね、ペフマンで回復。オッケーオッケー、やったい、経験値稼ぎをしてくれた、ありがたい。やば、メタキンがいる、こいつ絶対倒して、てかまあセーブしたからね、倒すまでやるんだけどさ。2体も出てきた。でどうする、これキラーマシン普通に攻撃でいいか。でランドアーマー入れてんのはレベル上げたいから。でゴールデンゴーレムもいけるはず、確実に1体を倒そう。でこいつもレベル上げたいから入れてるだけ。逃げなければなんとかなんじゃね。お、攻撃してきた。あれ、もう1体攻撃してきた。おらんかい、10、1、全然ダメだ。いけるか、2ターン目。これもダメだな、こいつらマジで。え、ゴールデンゴーレムメタルキラー持ってるはずなのに通らないか。アークデーモン連れてきた方がよかったかな。あ、逃げられちゃったよ。てかね、アークデーモンにした、ブレイク持ってるから。キラーマシンじゃどうなの、魔人斬りに全てをかける。でランドアーマー防御でしょ。アークデーモンがイオグなんでね、ブレイクで通ってくれればいいんだけど、まずは逃げられないこと。ここへ来てきた、刃のボディ役立った。サビタリキなんて当たんのかよ。3当たった。でこれイオグランデでバーン54、強っ。で特注3万とか、こっちもレベル超高いんだけど。これさ、超元気玉使えばさ、さらに経験値2倍ってことでしょ。異常だな、メタキン狩りとかマジで異常だな。これ今までの時間なんかすげえ無駄に感じてきたな。一気に50まで上がったんだけど。でちなみにこのランドアーマーとスーパーキラマシーンでキラマジンガが作れます。さあまず作り出したるはキラマジンガ。攻撃力はだいぶ上がってんね、賢さめっちゃ低いけど。スーパーキラマシーンとランドアーマーで、キラーマジンガクロスブレイク、あ、ギガクロスブレイクになってる。え、どうなんだ、剣闘士マジいいけどな。ただ闇ガードもさ、消費マジックパワー半分マジ役立つんだよね。まあ別に闇をガードしてくれなくてもマジックパワー半分で、この攻撃力アップ4も異常に上がるからね。剣闘士外すギガブレイクがなくなるのか、完全にギガクロスブレイクだよね。ギガクロスブレイクにかける、多分効果わかんねえんだけど、まあいいや。
じゃあこれと剣闘士外そう。もうで攻撃力アップ4と闇ガード、これでいきます。キラーマジンガー完成。お次は竜王。竜王ってこう引き継がせるのなんかある？全然スターキメラとかとっつく前で来たやつだから、標国が一応あんのか。まあちょっと一応これで見てみよう。まず皇帝、これ竜王のものか。ベホマラグランドクロス輝く雪チゴデイン、あギガデインもあるね。ってことは標国で絶対レードをつけておくか。そこからのガード系がやっぱりマジックパワー半分なんだ。こいつの耐性がわからん。風ガードつけるべきなのか、氷結ガードつけるべきなのか。氷結の方にしとこうか。ちょっと待ってね、素早さが上がる。こっち、ん？風ガード素早さが上がって、守備力16、こっちにしよう。じゃあもうここで敗北しちゃおう。竜王は正直何も考えてないで、下の人たち配合してきたから、まあしょうがない。竜王完成。さらにベリアルで、アークデーモン使うんだよね。アークデーモンマジ強かったのにな。あでもベリアルも爆発ブレイク台があるな。爆発ブレイクがあれば結構やっていけるかな。で必要なのは攻撃力アップ4とかいる？一応持ってきてくれ。禁術、イオグランデがあるね。まあ、イオグランデさえあれば、これイオグランデが150、ぶっちゃけイオグランデしか使わないかな。じゃあこれでいいや。で、ストームはいらない。豪傑もいらないな。ってことはマジックパワー3つけて、あとは攻撃力アップ4も1を入れとくか、先を見据えて。まあ指導の素材だね。全然指導は先遠いけど、ベリアル。で、あとは、低い鳥と、ホークブリザードと、ロック鳥と、下にいる、鳳凰。この4体の掛け合わせで、二軸弱ができるんですけど、ちょっとね、あんまり欲しいのばっかり作ってると、先進まないので、一応、メンツ的にはもうこれで先へ進んじゃおうと思います。キラーマジンガー、バトルレックス、ゴールデンゴーレム、ゴッドライダー、竜王、ベリアル。で、鳳凰はまだレベルがちょっと低いんで鍛えながら行って、で、バックダイバーはなんか知んないけど、起き上がって仲間だっただけなんで、ここにいるっていう。まあ、鳳凰のレベルを上げつつ先へ進んで、まあ、次回二軸弱作ってっていう流れで行きたいと思います。というところで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。